罰当たり。山本周五郎。一。私を見つけるとすぐに、弟の慶像は例の通り大きく手を振った。私は気がつかないふりをして、三番線のプラットホームの方を見ていた。慶像は近寄ってくると、これまた例のごとく私の肩を叩いた。彼の体から香水が匂った。早かったね。 ケイゾが言った。病院の方はいいの私は黙って頷いた。この暗くになってひどいよ。俺にとっちゃ、一時間が何万円にもつく時だからね。と、ケイゾは滑らかに言った。往復するだけでも二日だぜ。もしものことがあっても、一日しか火は取れないんだ。一日だな。一日以上は絶対にダメなんだ。お袋も罪な時に、罪なことをするよ。 私は黙って階段口の方を見た。ケイは母を責めていいのではない。一時間が何万円にもつくという自分の言葉の裏書きをしているに過ぎないのだ。こんなところに立っていてもしょうがない、とケイが言った。長い入って座ろうじゃないの。室ちがまだ来ないんだ。いいよ。車が決まっててシートナンバーが決まってるんだもの。そうでなくったって、 あのが間をつきますかさわからなければ駅長を呼びつける口ですよ。駅長驚く流れってね。私は彼に乗れよと言った。発車時刻が迫っていて、フォローにいる客たちは次々と車内へ入って行き、私たちの周りには見送りの人や走ってくる乗客たちがまばらに見えるだけであった。ねえ、どう思う ケイゾは急に声を潜めて言った。ひとくったよう電報はこれで三度目だろう。あんたは三度とも診察しているでしょそれで今度はどうだと思う私は穏やかに言ってやった。君は香水のスプレーは丹念に逃げる草にげを剃ることは忘れるらしいな。あんたにはわからないポケットさ。けイゾは右手で口の周りをこすった。 この武将髭を少し伸ばしてるのが、当代舎買い人の流行りっ子っていう看板なんでね。今時髭をきれいに剃ってるなんてのは、バーテンダーか、新宅銀行の支店長か、ベルボーイ。よう、上決が現れましたぜ。ケイゾーは右手を上げて振りながら、階段口の方へ走っていった。姉の純子は、トランクと言いたいほど大きなスーツケースを両手で下げて持っていた。 私は、ケイがそれを受け取るのを見て、社室の中へ入った。12月18日という時期のためか、それとも午前8時何がしという半端な時間のためか、その特意の車内は客も3分の2くらいしかなかったし、私たちの周りには一組の若い夫婦らしい二人が、通路を隔てた向こうの席にいるだけであった。 形像が姉と一緒に入ってきた。姉は私の前のシートに座り、形像はスーツケースを網棚にあげ、窓を下一段だけ開けて私の隣に座った。喪服を持ってきたんで重くなっちゃったの、と。姉はマフラーを取って形像に渡しながら誰にともなく言った。けいちゃん、これもあげといて。タクシーが来ないんで困っちゃったわ。 この頃はそうでもないようなものまで車に乗るのね。空き車なんて10台に1台もありゃしない。出るたんびに。あら、タバコをどうしたのかしら。けいちゃん、ちょっとカバンを開けてみて。マフラーを棚へ上げて腰を下ろしたばかりのケイは嫌な顔もせずにまた立ち上がった。軽薄な男であるが、それだけは鳥へと言えよう。人に頼まれると決して嫌とは言わない。 小さい自分からの性分で、ことに、親兄弟より他人のことの方に精を出すので、リップ版ウィンクルのようなやつだ、と父がよく言ったものであった。これでも、三人の子持ちですぜ。ケイゾウは、タバコとライターを出して渡し、カバンを元のように直して座りながら、姉に言った。あんたと連れになると、いつもこき使われるんだ。 あんたのそばにいると決まって自分が小僧にでもなったような劣等感に襲われるや。発車を告げるベルが鳴り出し、滅を走る足音や人声が他の始発駅とは違うこの駅特有の騒がしさで聞こえた。三人の親なら親らしくもっとしっかりしなさい。と姉はタバコに火をつけながら言った。この間、たかちゃんが来てこぼしてたわよ。 また遊び出したんだって。ちょっと景気がいいと思えば、すぐにそれなんだから。あんたの悪い癖よ。冗談でしょ嘘ですよ、そんなことを。あいつはすぐにそんな風なかんりをするんだ。この前の時だって、あの女とは何でもありゃしないのに。たかこの奴が一人でバカな想像をして、何でもない女にどうして二十万もやったの。と、姉が言った。つまらない言い訳はよしなさい。 あんたと来たら、ほんなに甘ったく。列車が動き出し、私はそうが外へ目を向けた。この沿線では、初めの二時間の風景が、たまらなく退屈である。たと畑と林、わずかな丘の起伏しかないところへ、工場と安部心の住宅。古いのも、新しいのも、おもちゃのように小さくて、広い板や畑の間に、そこだけぎっちりと寄り集まり、 決まったように洗濯物をかけらねている。その洗濯物の大部分が赤子の肌着やおしめであるのを見るたびに人間の無知や貧困さが露骨に感じられて言いようもなく重い悲しい気分をそそられるのである。ねえ、ケさん姉はケイとの話を切り上げて私に呼びかけた。けんさんと繰り返して私の方へ 顔を寄せながら声を潜めた。お母さん、どうかしら私今度はダメだっていう気がするんだけれど。だの考えでは、どう思って私はちょっと間を置いて答えた。わからないな。お袋は芯が強いからね。何しろ。芯は強いよ。と、ゲソが言った。あの、飲んだくれで、わがまま一杯だった親父が、 おふくろの芯の強さにはシャットを抜いでたからね。そういえば、年子にも芯の強いところがあるぜ。そこがおふくろと性の合うところなんだろうな。気があってなんかいるもんですか。お母さんは、あの子のこと、バチ当たりって言ってますよ。私は、姉の顔を見た。去年行った時聞いたのよ、と姉が言った。お母さんの口からと、テープレコーダーと、二度も聞いたわ。 それでどうしてあいつにばかりくっついているんだろうと、ケイゾウが言った。あれんところはともかく、室町にしろ、ケンさんのところにしろ。それこそご隠居様々でいられるんだからな。いくらおれ故郷だからって、あんな寒い田舎町で、年市公なんぞと苦労している必要なんかあれはしない。結局おふくろはあいつが可愛いんですよ。それから彼は、急に姉を見た。 テープレコーダーがどうしたんですってもう話したじゃないの。忘れっぽいのね。い,いえ、聞きませんよ。私は聞いた覚えはありませんよ。そうかしら。年男がお母さんの声をテープに取ったっていうことよ。と、姉はまたタバコに火をつけながら言った。ケイさんには話さなかったかしらね。こうなのよ。私は総外をぼんやり眺めていた。 時間があったら読むつもりで、三冊ばかり本を持ってきてあった。十年以上も臨床専門に縛られて、はじめに志した研究の方は、誇りまみれになっている。このままで、一生を終わりたくない。私はまだ、三十七だ。三十七おおと、私は心の中でつぶやいた。もうすぐ四十だぞ。 もうすぐ。あと三年でだ。私の口の中で熱っぽい匂いがするのを感じた。鉄の焼けるようなイオン臭に似た匂いである。私は網棚の上にある自分の手下鞄の中から持ってきた本を出そうと思った。そうしなければならないと思ったが、鞄の中にある応急用の診察器具や薬品類に気づくと、 それだけで気持ちが重くなり、立ち上がって手を伸ばす力がなくなるのを感じた。それで、お母さんが怒って、年をちょっとおいでって言ったのよ、と、姉はけぞうに話し続けていた。そうすると花子こったら、ちょい止まったって言って、自分の部屋からテープレコーダーを持ってきて、お袋の小言はこいつにとってやる。口がくたびれるといけないから。 お袋は黙ってていいよって。そして、そのテープを回したんですって。へえと、ケイゾはニヤニヤ笑った。するとどうでしょう。お母さんの叱る声がすっかり入ってるじゃないの。こうよ。姉は記憶をたどるように上目遣いになり、口の中で暗唱してから続けた。こうだったわ。歳を、お前またやったね。 あれほどあたしが言っておいたじゃないか。よした方がいい。どうせうまくいきっこないんだから。そんなつまらないことに引っかかると、取り返しのつかないことになるからって。すっかり覚えてたんだけれど。ええ。あたし、そのテープを聞いたのよ。大したやつだな。ケソは声を上げて笑った。へえ。そいつはタんマだ。驚いた野郎だな。バチ当たりな子だって。 お母さん怒ってたけれど、あの子は、のんこのシャアよ。そばで仰向きに寝転んだまま、死んでしまえばそれまでよって、のんきな声で鼻歌を歌ってるじゃないの。知ってしまえばそれまでよって言うんですよ、その歌。と、ケイゾウが言った。あいつはオンチで、君がよも満足には歌えないんだ。に、 私は長い間目をつむっていた。知ってしまえばそれまで、死んでしまえばそれまで。どちらも年をの口からよく聞いた文句である。何か流行歌の一節らしいが、文句はそれだけ。曲もでたらめで、その時によって違っていた。その歌がいつ頃流行し始めたものか私は知らない。まだ郷里の高校にいた時聞いたようにも思うが、 確かではない。けれども、年尾が歌い出した時のことはよく覚えているし、その時自分の受けたショックも今なお忘れがたいほど深いものであった。しかしその、と、ケイゾウが姉に言っていた。どうしてまた年尾のやつ、そんなテープレコーダーなんか持っているんですなんていうのかしら。自分では。 巡回公演だなんて言ってたけれど、公演ですって私よくは聞かなかったのよ。と、姉はまた、タバコに火をつけた。つまりね、鉄なら鉄、炭鉱なら炭鉱を写真に撮って、スライドってものにするんですって。そしてそれと一緒に、そこで働いている技師とか、食工とか、石炭なら工夫とかなんだとかっていう人たちに、それぞれ話をさせて、 テープに録音するのよ。それができたら、その二つを持って方々を回るの。大抵学校なんでしょスライドを映しながら、そのテープをかけて聞かせて、年尾がそれについて講演するんだっていう話だったわ。せったわけだ野郎だな。そんなことをして食っていけるんですかね食う心配はないでしょ池だからお金が来るんですもの。そうか、と。ケイが言った。 そうだ、それがいけねえんだな。そんな金があるから、真面目に働く気になれないんですよ。それだけじゃない。年寄のは、生まれつきだっていうことを知ってるじゃないの。小さい自分から、落ち着きのない、気の変わりやすい、そのくせ、堅いじな子だったわ。姉と慶三は、年男の避難を続けていた。そのうちに私は、うとうとしたらしい。昼食の時は、慶造に呼び起こされて、 食堂車へ行った。食事前にビールを少し飲んだのが効いたのだろう。座席へ戻ってしばらくすると、私はまた下水に引っ込まれた。そっとしておいてあげなさい、と姉が形蔵に言った。ケンさん、よっぽど疲れてるのよ。私は目をつむったまま、頭の位置を具合よく直した。 火水は浅かった。眠りと目覚めの間の不安定な意識の中で、私は年男のことを考えていた。母にもしものことがあれば、そして、今度は助からないだろうと思うのだが、そうなった時、年男が何かやりはしないか、という恐れが、強く私には感じられるのであった。その心配は、今始まったことではない。今から十二年前、 私が教理の高校を出た後、東京の学校の以下を卒業した翌年の春、年尾が中学2年の時にそのことが起こった。年尾は読んだ。あの時、年尾が読んだということは確実ではない。私が学校の付属病院から帰ると、彼が私の部屋から出てきたのだ。年尾は、刃のある、 白い歯を見せて微笑し、持っているハサミを振りながら言った。これ、借りるよ。使ったら返すんだぜ。彼は持っているハサミを見、うん、と言って去った。私は部屋へ入って着替えをしながら、年尾がノートを読んだ、ということを直感した。急いで机の引き出しを開けたが、ノートは日記の下にちゃんとあり、動かされた様子もないし、 それを開いたり、読んだりしたという形跡も残ってはいなかった。にもかかわらず、年夫がそれを見つけ、その項目を読んだという直感は、私を強く捉えて話さなかった。中川の時も、こんな風だった。中川という男が、2階から降りてきた時、どこにも変わった様子はなかった。私はまだ10歳だったし、 中川に対して特に関心を持ったことはなかった。母の教理の方の親類のもので、大学の席を東京に移したが、下宿の決まるまで預かるということであった。うちには半月ほどいたであろうか。私たち兄弟とはほとんど没交渉で、一緒に食事をした記憶もないし、中川という姓だけは覚えているが、名前も知らないくらいだった。 弁護士をしていた父は、その頃が最も前世だったのだろう。東京の事務所にいる時でも、たまにしか私たちと顔の合う時はなかった上に、絶えず長い出張をしていた。中川が寄宿していた期間、父が麹町の家にいたか、それとも出張した留守のことであるかはよくわからない。五番町にあった家はあまり広くはなかったが、 二階に三軒、海下に五軒あり、中川は海下の南の端にある四畳半を使っていた。その彼がある朝早く二階から降りてきたのだ。もう幸福を着ていたが、帽子は被らず手ぶらでゆっくりと階段を降りてきた。私は何の理由もなくドキッとした。その時の感じを言い表すことはできる。 もちろん、二階に寝ている母のことなど考えても見なかったし、中川のそぶりに変わったところがあったのでもない。中川は平成そのもので廊下にいる私を見ると、いつもの通り不愛想に、よう、と言っただけであった。しかも、私はドキッとしたのだ。そんな感じは初めて経験したことであるが、十歳の子供の頭では、 解釈のしようもないし、すぐに忘れてしまった。中川は下宿へ移り、学校を出ると、父の事務所へ勤めた。この間に、年尾が生まれた。姉の純子は私より二つ上、形像は私と一つ違いであるが、年尾だけ年が離れていて、私より十一も下であった。 父の事務所へ入った中川は、半年も経たないうちに辞め、満州へ渡ったということを聞いた。事務所で何か失敗をしたらしい。詳しいことは知らなかったが、あの年であんなことをするようでは、あの男の一生も先が見えてると父が言ったのを覚えている。年が経ち、戦争になった。父は昭和18年に死んだが、 残していってくれたものがあるので、生活の心配はなかった。形像は陸軍に取られたが、私は体が弱かったから、兵役は逃れ、学徒動員の時にも主任教授の行為で、特別研究生として学校を離れずに済んだ。姉は十八の年に矢田家へ課した。矢田は日本橋通り三丁目で、かなり大きな、 貴金属商を営んでいたが、十八年の秋に店を閉めて、宮城県の塩釜へ疎開した。その時、相当多額な品を隠して持って行ったらしく、二十四年に今の室町へ店付きの家を建て、二年ばかり証券業をやった後、元の商売に帰り、今では軽井沢と熱海に別荘を持つほど見事に立ち直った。 中川が現れたのは敗戦の年の2月であった。かぶとに汚れた国民服で雑能を肩にかけ、髭だらけの顔は青黒くむくんでいて、中川だと名乗られてもすぐには誰だか判別がつかなかった。彼は母の部屋で2時間ばかり話し込み、夕方になると握り飯を包んでもらって立ち去った。おそらく、 門のところであったのだろう。入れ違いに、年尾が帰ってきた。中学二年生の彼は、勤労動員で、芝の浜松町にある木工工場へ通勤していたのだが、靴を脱いで上がるとすぐに、今の人は誰だ、と私に聞いた。母さんの親類の人だ。ふん、汚い親類だな。年尾はそう言ってから首をかしげた。 僕のこと知ってるかい知らないだろう。ちょっとの間、うちにいたことはあるが、お前の生まれる前のことだからな。と、私は答えた。だって、大きくなったなって言って、僕の顔、嫌にじろじろ見ていたぜ。不思議なことはない。親類なら、手紙のやりとりはあったろうし、年をの生まれたことぐらい知っているのは当然であろう。私はそう思いながら、 それと同時に漠然と昔のことを思い出した。二階から降りてきた中川を見てドキッとした時のこと。それは思い出したというのではなく記憶の底に潜んでいたものが自然によみがえってきたという感じであった。私はそのことをすっかり忘れていた。その時まで一度も思い出したことはなかったのだ。 医学を学び、インターンをやっていて、人間を見る目が一般とは違っていたからだろうか。それとも、生まれついた性質のためか、私は平静な気持ちでそのことを考えてみ、それをノートにとった。中川が寄宿していた時と、年尾が生まれてきた時とは、計算するまでもなく符合した。姉と私と慶三とは、 顔形や体つきまで似ているが、年代だけは体も小柄だし、丸顔で目鼻立ちも違っていた。タシアは、私の父に似ている。母が幾度かそういうのを聞いた。私も、郷里の高校時代に母の実家を訪ね、その祖父に会ったことがあり、そう言われれば、顔立ちに似たところがあるなと思った。 中川と、母と結びつける証拠は何もない。いつか中川が二階から降りてきたのも、ただ、それだけのことだったかもしれないし、年代の出生がその月日にほぼ該当するのも、偶然に過ぎないかもしれない。そうだということを証明するものは何一つないのであるが、何一つ疑わしいことはない、というところに、 帰って私は、かい疑惑を持ったのであった。三。食堂車で夕飯を食べた後、慶蔵に勧められて、私はウイスキーを飲んだ。姉もハイボールで半分ほど飲み、頬を赤くして先に車室へ帰ったが、私たちは二時間くらい残っていた。慶蔵は能弁にしに喋り、 派手な身振り手振りで陽気に笑った。私は舐めるように水と交互にすすりながら、ほとんど黙って彼の話すのを聞いていた。気のままでいいのかいと、慶イが急に言った。素人が一緒に言うのはおかしいが、水で割る方がいいんじゃないのか私は曖昧に首を振った。社室へ帰ると姉は読みかけの雑誌を顔に当てて眠っていた。 形像もしゃびりくたびれたのか、それとも酔ったためか、まもなく腕組みをして目をつむった。私はその程度に酔うと、かえって頭がさえて眠れなくなる。総外はすでに夜で、走り去る明かりの数も稀にしかなく、後ろの方の座席で、時々高払いをする声が、めっきり客の少なくなった車室の静かさを、 際立てるかのように聞こえた私は中川については何も知らない。死んだ父はもちろん、母も彼については何の話もしなかった。満州で何をしていたのか、いつ内地へ帰ったのか、敗戦の年に五番町の家へ寄った後、死んだのか生きているのか、今でも全く不明のままである。いっそ、母に聞いてみよう。 そう思ったことは、幾度もあった。けれども、こっちの気持ちにこだわりがあるのと、もしかして、母の心を傷つけはしないかという恐れとで、ついに聞くだけの勇気は出ずにしまった。これはすべて、自分の妄想だかもしれない。これも繰り返し、帰り見たことだ。すると、年夜の不審な変化が思い浮かんでくる。あの、 ハサミを借りに来た直後から、年尾の様子は目立つほど変わった。知ってしまえばそれまでよ。と、歌い出したのも、そのすぐ後のことであった。死んでしまえばそれまでよ。とも歌った。あのノートを読んだな、という直感が、誤ってはいなかったと私は思い、触れてはならぬものに触れたような、あるいは何か、申請を冒徳したような。 鋭い罪悪感のために頭を垂れたことを、私は今でも忘れることができない。死んでしまえばなんて、そんな嫌な歌は歌わないでおくれ。母がそう言って咎めたことがあった。すると年寄は、そんならよかれんでも入ろうかと答えた。戦争が続いていれば、本当にそういうことになったかもしれない。 母はそれを恐れたのだろう。夜間爆撃が始まると間もなく、年を連れて、郷里の町へ疎開した。敗戦後の約5年間が、窮乏と不安と、競争の生活だったことは、私たち家族も一般の例から漏れるものではなかった。刑蔵が復員し、姉の一家が戻り、私は母校の教授に押されて、今の病院に勤め、 同時に結婚をした。年は母と郷里に残って、私と同じ高校に進み、そこを出ると、県庁のある市に新設された大学へ入った。バカな奴だ。学校なら、東京へ出てくればいいじゃないか。慶三はそう言っていたが、そんなことには関心がないのだ。彼自身は学徒動員で取られたので、福員したら、 学校を続けるはずであった。財産税その他で、私たちも裸同様になっていたが、まだ弟たちを学校へやるくらいのことはできた。というのは、父が生きていた頃、郷里の友人にかなり多額な金が貸してあった。池田平次郎という人で、現在は県会議員をしているが、その事業がうまく当たり、戦争が終わった直後から、 目覚ましく発展し、その業界では喧嘩で五人のうちに数えられるようになった。こういう関係で池田から召喚される金があり、今でも母の方へ続いて送られているのだが、啓造は学校に戻る気などなく、ブローカーのような仕事に取り付いて、むやみに忙しがっていた。啓造が、 姉の夫の助力で仲買人になった時、郷里では年尾の生活が荒れだした。姉や経三はぐれ始めた。という、年尾自身は本気だったかもしれない。私にはどっちとも区別できないが、大学を一年で辞めると闇物資の売買をやり、次に県庁のある市で食堂を開き、また小学校の准教員になるかと思うと、 街へ帰って、貸し自転車屋を始めるという具合で、四年ばかりの間に、五つか六つ職を変えた。しかもそこには、一貫したものがなく、警察とでだらめ、生来の秋っぽさ、といった風な感じしか見られなかった。雪がないね。眠っていると思った警像が、総外を覗きながら言った。いつもならこの辺りは、 もう真っ白なんだがな。私は黙っていた。眠っとるのいや。雪がなかったら、まっすぐ家へ行きますかそうだな。と、私は答えた。まず、気落ちへ電話をかけてからにしよう。映像は腕時計を見た。あと、二時間とちょっとですよ。のんきな人たちね。姉が顔を覆っている雑誌の下から言った。 お母さんが既徳だって言うんじゃないの。雪があろうとなかろうと、着いたらすぐ行くに決まってますよ。雪の夜道を三里ですかと、ケゾが言った。私は昨夜、ほとんど眠ってないんですがね。私は一人でも行くわよ。ケゾは、私の顔を見て、ひょいと肩をすくめた。いつもながら、そういう身振りを見ると嫌になる。 自分では気がつかないようだが、すぐに人の肩を叩いたり、握手を求めたり、大げさな身振りをしたりすることは、彼のためにマイナスになっているのだ。マイナスか。しばらくして、私は心の中でそうつぶやいた。俺の生活も同じことじゃないか。今の私は、自分が望んでいた私ではない。 病人を診察し治療する毎日。夜でさえ自由になる時間の少ないこの生活は、本来そうあるべき自分にとってはマイナスである。おかしなことだ。形像も口で言っているのとは反対に、仕事はいつもつまずきを繰り返している。室町の宿も去年あたりから彼を避けているらしいし、当人にもそろそろ、 仲買いという仕事に飽きた様子が見える。そうでないかもしれないが、彼の同性から察すると、私にはもう時間の問題のように思えるのである。そして今、年をのことが引っかかってきた。そこまで考えたとき、まるでそれを耳で聞きでもしたように、姉と話していた形像が、こっちへ向き直った。そうだ。 これは今のうちに相談しておかなくちゃいけないと思うんだが。と言って、彼は前鏡になり、両手を左右に開いた。もしお袋に、万一のことがあった場合、年を一体どうしますもちろん東京よ。と、姉が言った。一人で置いたら、何を始めるか分かりゃしないもの。あの人には、怖いものがそばにいなければダメよ。お袋は甘かったぜ。 母親というものは甘いようでも怖いもんなのよ。姉はちょっと間を置いて、いろいろな意味でね。と言い、タバコに火をつけた。年をはしようのない子だけれど、ひどい間違いをしずに済んだのは、お母さんがずっとそばにいたからだわ。すると今度は一人になりたがるかもしれませんね。そんなことを言わせるもんですか。ケさんの意見はどうです 私は、総外を見たまま黙っていた。そして、十秒ばかり経ってから言った。雪が積もったるよ。午後八時過ぎ、その線の終点に着き、そこで乗り換えて約一時間、鈍行の列車に揺られてから、郷里の町の駅に降りた。雪はかなり積もっているが、夜空は晴れて、目に染みるほど、 鮮明に星がきらめいていた。駅の前にバスの営業所がある。タクシーも兼業していて、毎年のように来る姉はよく知っていると見え、私たちをそこへ連れて行った。私は母のいる町の木内医師に電話をかけた。去年来た時に初めて診察に立ち会ったのだが、母のかかりつけだそうで、60歳ぐらいのごく恩和な、 昔よく言われた田舎紳士といった風な人柄であった。電話は簡単に済んだ。どうなの姉はしがみつくような目で私を見た。どうなのよ、けんさん。5時10分だったそうだ。今日の今日の5時私はうなずい。宿を取りましょう。私は行くわ。 姉がつっかがるように言った。行ってお通夜をするわ。私は姉の腕を握った。年寄りさせましょう。と私は言った。二人っきりの最後の晩ですからね。今夜は年寄り任せておきましょう。だってお母さんが。姉はハンカチを出して鼻を押さえた。それじゃお母さんが寂しいじゃないの。 旧地から知らせるように頼みました。私は手を離しながら言った。ここまで来ているんだから、同じことです。宿を取って、明日にしましょう。松村がいな、と、慶相が言った。俺が先に行っておくよ。慶相は自分の手下げ鞄と、姉の大きな鞄を両手に持って、雪の中を小走りに急いで行った。 姉は泣き出していた。四。年代は驚くほど変わっていた。体も顔も痩せ細って、カサカサに乾いた皮膚が骨、直に張り付いているとしか見えない。かなり悪化した消耗性疾患の患者のようで、目だけが際立って光っていた。姉から順に母の死に顔を見、 死んだ唇を水で示した。母の死体は死んだままで、後の処置は何もしないらしい。顔には白いさらし木綿がかけてあるが、枕元には灯苗や線香をあげる支度もできていなかった。家は勝手のある広い土間と、炉のある八畳と、母の部屋の六畳の奥に四畳半があるだけで、水道もないし、煮滝は、 古風なかまどでするようになっていた。どうし、と、姉の尖った声が聞こえた。どういうわけなの私はまだ、母の枕元に座っていた。姉と敬三は先に立って、どの間の方へ行ったが、すぐに年をと始めた様子である。感をしたかどうか、寺へ通知したか、どうして、講や灯明をあげないのか。 悔やみに来る客の用意はどうするというようなことを、姉はいつもの調子で追求し、年尾はそれをみんな突っぱねていた。これは、おふくろと僕で話し合ったことなんです。と、年尾は言っていた。仏臭いことは一切やらないからって。お母さんがそれを承知したっていう証拠でもあるのあるなら見せてちょうだい。 宝光寺の石岡さんに聞けばわかりますよ。石岡さんもその話は知ってるんだから。そんなこと他人に聞けますか他人だって、菩提寺の住職ですよ。と、年尾は言った。五万町の兄さんは知っているはずなんだ。高校で同級だったって言うから。普段からおと話の合う人で、坊主が今日を読んだって、成仏するなんてことはない。死ねばみんな同じとこへ行くんだ。寺へ納める金があったら、 生きてるうちに、うまいものでも食っておく方がいいって。お風呂も笑って、その通りだって言ってましたよ。な、んま、ひどいこと。そんな一休さんみたいなことを言ったって、世間に通用すると思うの姉の声は高くなった。お母さんに散々苦労をさせた上、死んだ後、問い弔いもせず、線香一本も開けないなん。そんな人間の道に外れたことがありますか 何とでも言ってください。僕は姉さんに褒めてもらうつもりはないんだから。私は立って、炉の前へ出て行った。形像は長い金火箸で炉の火をつっついてい姉はハンカチを掴んだ手を震わせながら、私の方へ振り向いた。年尾は形像の隣にあぐらをかき、腕組みをして炉の火を見守っていた。けんさん、聞いて 姉が言った。私は座ってから、そこが脇座といって、課長の座る場所だということに気づいた。歳尾、と、私はできるだけ砕けた調子で呼びかけた。ここは君の座る場所じゃないのか歳尾は、火を見たままで首を振った。父さんですよ、と、彼は言った。母さんはそこへ毎晩、父さんの、掛け算を添えていましたからね。 はあ、また古風だなあ、と、芸像が言った。けんさん、と、姉が言った。聞きました、と、答えて、私は年を見た。年を、お前本当に、母さんと、そう話し合ったのか年をはうなずいた。うなずいてから、やはり火を見守ったままで。下唇を噛んだ。すると、武将ひげの伸びた方が、 えぐったようにくぼみ、ぼさぼさの髪が額へ垂れかかった。姉さん、年尾の好きなようにさせてやりましょう。私は姉の方を見ていった。十幾年も一緒に暮らしたんだし、東京にいた私たちにはわからないこともあるでしょ。う母さんがそれでいいと言ったと言うんなら、それを信じてやる方がいいじゃありませんか。剣さんまでが、 そんなことを言うの姉はくしゃくしゃになったハンカチで鼻を押さえた。それじゃあ、あんまりだわ。それじゃお母さんが、かばれやしないじゃないの。私は形蔵を見た。こういう時に形蔵の受け止める感受性は見事なものだ。彼は私の目を見るなり、私が言いたいと思うことそのままを姉に言った。もしもそれで、 姉の気が済まないのなら、分骨をした上、東京へ持って行って、姉の望むような弔いをすればいいだろう。今は田舎でも習慣が変わっているようだし、寺の住職までそんな風だとするなら、ここは年をの思う通りにする方がいいと思う。と、下蔵は巧みな身振りと味の効いた言葉とで姉を説得した。そんなら、 お葬式はどうするのと、姉は情報した。まさか、私たしたちで、焼き場まで担いで行くわけじゃないでしょ果たしそのために、木を持ってきたんですもの。それを言うことはないですよ。と、形蔵が言いかけ、私の顔を見て口をつぐんだ。としょと、私は呼びかけ。ちょっと、歩きに出ないか。 とはゆっくりと私を見た何を心配してるの僕のことなら心配はいらないよ。ちょっと歩きに出ないかというんだ。まあ座っていてください。敏夫は妙な笑いを浮かべながら言った。もう一度言いますがおふくろのことは僕に任せてもらいます。木内さんの話では間に合うだろうというので電報を打ったんですが間に合わないと分かれば知らせるつもりもなかったんですよ。 どういうことなの、それは。と、姉がびっくりしたような声で聞き返した。お前まさか、私たちに、死に顔も見せないっていうつもりじゃないだろうね。まあ、いいから、姉さん。と、下イが手を振った。とにかく言うだけ言わせなさいよ。サンキュー、ケーさん。だが、もう言うことはないんだ。と、年は言った。あなた方はみんな忙しいんだし、 こっちはこんな始末で接待もできない。失礼だけれど、僕としては帰ってもらいたいんですがね。ちょっと待てよ。と、ケンゾウが遮った。ほどかすのもほどほどにしてくれ。いくらなんでもそんな乱暴な話はないぜ。なるほど、君は十何年も二人っきりで暮らしたろうけれど。おふくろは君だけのもんじゃない。俺たちにとっても、実の母親だぜ。だからちゃんと知らせたじゃありませんか。 じゃあ聞くわね。間に合わないと分かってたら、知らせないつもりだった。というのはどういう理屈だい理屈も理由もありません。そう思ったから、そう思ったと言ったんです。ま落ち着けよ。ゲイゾは、押しなだめるような手真似をした。ちょっと落ち着いて、物を言ってくれ。いいかいと言って、ゲイゾは、唇を舐めた。君の言う通り、俺たちは忙しい体だ。 ことにこの年の暮れで自慢するようだが、俺の体は一時間が何万円にもつくんだ。しかし、たった一人のお袋が死んだんだよ。東京からここまでやってきた以上、通夜もしない葬式も送らないで帰れるかいそれだけじゃないわ。姉が割り込んだ。私帰る時には、あんたを連れて行くつもりなのよ。年尾はぼんやりと前を見ていた。世紀のない、 骨張った顔は無表情だし、その目には何の反応も現れていなかった。年を、と姉が言った。お前、あたしの言うこと聞いてるのつまりません、そんなこと。と、年おは、性のない口ぶりで答えた。肝心の袋が死んじゃったんだから、何をしようたって始まりはしない。僕も一貫の割りだし、自分のことぐらい自分でやりますよ。 じゃあ、東京へは行かないって言うの年尾はうつろな目で姉を見た。東京へですって僕が。彼は重たげに頭を振り、ベ荘をかくような顔つきで言った。あんたたちにはわからない。あんたたちには何にもわかっちゃいないんだ。よせよ。と、ケイゾが言った。芝居のセレフみたいじゃないか一体俺たちが何を知らないって言うんだ 何度も言ったじゃないか。年尾の声が震え出した。僕は一人で母さんを葬りたいんだ。僕は母さんと約束したんだ。死んでも床なんかしないでくれ。誰にも体を見られたくない。僕にさえ見られたくないって言ったんだ。ツヤも僕一人だけでしてくれ。誰にもツヤはしてもらいたくない。そのまま焼いて骨にして、その骨は山でも野原でも、どこでもいいから撒き散らしてくれ。 きっとそうしてくれって、幾度も、幾度も約束させられたんだ。年代の目から涙がこぼれ落ちたが、彼は不幸ともせず、こぼれ落ちるままに言葉を切った。姉は呆れたような目で私を見た。私は感情が顔に現れるのを、懸命に抑えるだけで精一杯だった。私には、訳がわからない、と姉が言った。 そんな話ってあるかしらけんさん、あんたどう思ってわかりませんね。と、私は答えた。わからない。と言って、歳男が私を見た。涙でぐしゃぐしゃになったその目は、まるで噛みつきでもするような、異様な光を帯びていた。ごまんちょうの兄さんにも、わかりませんか私はうなずいた。歳男は笑った。 空き缶の中で石を転がすような空虚な含み笑いであった。じゃあ、姉さん、圭さん、わかるわけがないや。と、年男は手の甲で目の周りを拭きながら立ち上がった。ちょっと、そこまで行ってきます。どうするんだいと、圭蔵が聞いた。飯の注文ですよ。と、年男は答えた。 昼飯ぐらい食べてってもらわなくちゃすいませんからね。ご。一緒に行こう、と。私は立ち上がりながら姉に言った。ちょっと、外を歩いてきます。歳は黙って土前へ降りた。私が靴を履いて出ると、歳はもう表通りへ曲がるところだった。滑りやすい寝息の上を、私は危なっかしい足取りで、 彼に追いついていった。この町は小さく、ほとんど帯のように、一筋の道を挟んで、左右に家が並んでいる。後ろはどちらも田畑と草原が広がり、東の方を遥かに遠く、この県で名高い山海が、他の低い山並みを抜いてそびえていた。今は錆びれているが、昔は軍役所のあったところ、町の中央には、 繁華街の名残を残す建物が多く、現在でも映画館や酒場、料理屋などが集まっていた。私は黙ってついて行き、年尾がカリキ屋という料理屋へ入るのを見ていた。そして彼が出てくるのを待って何気なく言った。寺町の方へ行ってみないか行ってみたいんですか年尾は遠くから見るような目で私を見た。 それとも、何か話があるんですか話もあるんだ。うんざりだな。と言って、年尾はすぐに微笑した。失礼。これは僕自身に言ったんですよ。私は黙って、寺町の方へ曲がった。その名の示す通り、そこは寺がずっと並んでおり、何百年か前に、この土地の漁師だった人の墓もある。片側は、 元武家屋敷だったらしい。白く乾いた土塀が続き、寺のある側には古い榎の木がなぶきになっていた。曇ってはいるけれども、火が高くなったためだろう。道の雪が溶け始めたので、ぬかるみを拾って歩かなければならなかった。あれが奉公寺です。年尾は手を挙げて言った。寄って行きますか私は答えなかった。 一生が紀然っ人知ってるんでしょと、年尾は続けた。兄さんと高校で同級だったって、面白い人ですよ。今は寺の住職というより幼稚園というか、託児所のような仕事の方に打ち込んでますがね。年尾はそこで思い出し笑いをし、細い首で支えられた危なっかしい頭を左右に振った。彼には困ったな。と、彼は独り言のように。 一休さんみたいなことを言うなって、姉さんらしいや。僕は笑うのを我慢するのに汗をかきましたよ。年を、と、私は呼びかけた。奉公寺はどうしますと、年をが言った。石岡さんは、あなたに会いたがってましたよ。私は黙って歩いた。一時間が何万円にもつく体だって、ケーさんは善人だな、ね。と、年をが言った。 僕は K さんが大好きだ。室町の姉さんも好きだな。女のいいところと悪いところをそのまま出してる。世間体や見えに断ってることを隠そうともしない。いいな。僕は姉さんも大好きだ。私は立ち止まって、年男を見た。君は何が言いたいんだと、私は低い声で聞いた。何にも。と、年男は顔を背けた。 僕には言いたいことなんか何もありませんよ。本当にないのかありません。君はさっき、五万んにもわからないのかと言った。私は歩き出した。母さんが死んだらこうしてくれと、君に約束させた理由を私が知っているはずだ。という意味だろう。そうじゃないのかとしおは答えなかった。君が言わないのなら私から言おう。私はいっそう。 声を低くした。君はいつか、私のノートを読んだ。リエスさんは知らないんだ。君はあのノートを読んだ。読んだのは母さんだよ。私は思わず立ち止まり、年をも立ち止まった。そこは寺町の外れで、向こうは雪に覆われた田んぼが広がり、左の遥か彼方に孤立したその山が抜きんれて高く見えた。私は深く息を吸い、 静かに吐き出しながら、年を見た。読んだのは母さんですよ。と、年おは山の方を見たままで言った。なんだってあんなことを書かなければならなかったんです。兄さん、何のためです私には答えようがなかった。何のためです、兄さん。と、年おは潜めた声で囁くように言った。面白かったからですか好奇心ですかそれとも、 母さんんの罪を咎めたかったかか。っです私は靴の先で雪をつっついた。わからない。と私は答えた。自分でもどういう気持ちで書いたかはわからない。ああいうことにぶつかったらおそらく君でも書いたんじゃないかと思う。海の母親のことをですか私は避難しはしなかったよ。君が読んでいればわかるだろうが私は自分の感じたことを 感じたままに書いただけだ。海の母親だということも考えなかったろう。正直に言えば、自分の研究の材料になる、というくらいの気持ちはあったかもしれない。研究とは、どんなことです皮膚だ。と、私は言った。視覚や聴覚や味覚よりも、皮膚から受けるものの方が、人間の感覚を支配するのではないか。 色々な事情で臨床専門になってしまったが、私はこのテーマに一生をかけるつもりだった。あのノートを書いたのは、そういう時期だったんだ。しおは脇へ向いて唾をした。あんたは嫌な人だ。と彼は言った。あんたは、鼻持ちのならない人ですよ。姉さんは、女の弱点を寄せ集めたような人だし、K さんはみっともない俗人だ。それでもあんたよりましです。 人間としてはずっとマシですよ。わかりますか僕は知らなかった。と、すぐに歳代は続けた。どうして母さんが東京へ帰りたがらないのか、姉さんやあんたがくどいほど勧めたし、僕だって東京へ行くように勧めたのに、母さんはどうしても承知しなかった。なぜだと思います。え歳代は目を細めて私を見つめた。 学校が申請になって、高校へ入ったとき、こんなことを言うのは嫌だけれど、僕は失恋した。僕は死んたかった。死のうとしたんだ。そのとき母さんが、あのことを話してくれたんですよ。その後で、母さんが何と言ったと思いますあの人とのことがあったので、生まれてきた甲斐があった。いいですかあの人とのことがあったので、 この世に生まれてきた甲斐があったって言うんですよ。言葉は違うけれど、母さんはこう言いましたよ。と、年をば言い,いかけて首を振った。いや、よしましょう。人間を実験動物のようにしか見ない兄さんにはわかりはしない。一言だけ言えば、母さんはあんたたちに顔を見られるのが嫌だったということです。俺は人間を、 実験動物のように見たことはないよ。断っておきますがね。年男は歩き出しながら言った。僕は死んだ親父の子ですよ。それだけは母さんの名誉のために覚えておいてもらいますよ。私は頭を垂れて年男の後から歩いて行った。俺は母を実験動物のように見たことはない。あのノートは 全く客観的に書いたものだ。中川という男と母の間に何かがあるという直感。それが年尾の出生と結びついているという事実。これは事実であって空想ではない。繰り返すようだが、私には母を咎めるような気持ちは少しもなかった。むしろ。と思って、私は唇を噛んだ。面白かったからか。好奇心か。 年尾の言った言葉がまるで審判者の声のように鋭く耳の奥で聞こえたからだ。私は急に足が重くなったように感じ、節税の道を拾って行くことも忘れて、幾度かぬかのみへ踏み込んだ。私は参った。母があのノートを読んだということは想像もしなかった。年尾が読み、そのために、 性格がぐらついたものと考えていた。私は心底参った。母さん、と私は心の中で繰り返し呼びかけた。あの時、神聖なものを冒涜したというように感じたその感じが今はもっと現実的な良感で私を押し包み、全身を締め上げるように思われた。自分は母を。 実験動物のように考えたことはない。そんな考えはみじんもなかった。いえ、帰るまで。私は救いを求めるように。そう、主張し続けていた。注文の料理が届き、姉が酒の支度をした。年は陽気になり、何か嬉しいことでもあるように、活発に喋ったり、笑ったりし始めた。前にはアマニア。 焼き物の他に、この地方のこの季節だけにあるタラの料理、作り身や肝臓を入れた味噌ワがあり、私には何よりの好物だったが、楽しんで味わうような気持ちのゆとりは全くなかった。僕が母さんに苦労のさせ同しだったって、さっき姉上は大せられましたね。年は明るく美少しながらい。 どうせの通りです。僕はなっちゃない野郎です。僕はあんたたちのあまりカスでできたらしい。姉上や、ケンさん、ケイさんに、いいところはみんな行っちゃって、残りのカスでやっとこさ僕が生まれたんでしょう。することなすこととんまで、間抜けで、お袋に、苦労ばかりかけてきました。展開なんかしません。僕は本当に、しようのない野郎ですよ。姉が私の顔を見た。 おう。と、ケイゾが片手をひらめかせていった。どうやら一石物つもりらしいな。拝聴しようじゃないか。六。一石物なんて、そんなもんじゃない。通信で申し上げるというわけですよ。やってくれ。と、ケイゾが言った。お袋も一緒に聞くだろう。拝聴するよ。 そんなに開き直るほどのことじゃないさ。僕はお袋に苦労させたけれど、それで自分が甘い汁を吸ったわけじゃありません。あんたたちにはわからないかもしれないが、お袋はちゃんと分かっていてくれましたよ。まあ一杯やれよ。と言って、慶三が彼に酒をついであった。ご考説は伺うが、ただの刺身の味が落ちない程度に頼むぜ。サンキュー。 年をは、坂きを額まで上げ、歯を見せて微笑しながら言った。本当は、それほど言うことはないんだ。お袋が死んだ、僕も全巻の終わりだっていうことです。息を引き取る前にね、私が死んだら、お前はどうなるだろうって、お袋が言って涙をこぼしました。全然その通りです。お袋に死なれて、どうしようがありますか。僕は、全巻の終わりです。 ゴロイヤと、ケイゾが言った。ほやしなさいと、姉が言った。年を、そんなやけなようなことを言って、一体これからどうするつもりなのだから、お袋もそれを心配してたって言ったでしょちょっと失礼。年をは立ち上がって、母の意外のある六畳へ行き、自分の四畳半へ行ったが、すぐに素焼きの小さな壺を持って戻ってきた。 四分の一リットルくらい入りそうな壺で、口のところに細い縄が巻きつけてあった。お袋手製の梅酒です。年尾はャダンスからグラスを出してき、壺の木栓を取ってその酒をついだ。世間で作るようなやつじゃない純粋な梅酒。七年経ってるんですよ。失礼だけれど、あんた方には差し上げません。お袋が僕のために作ってくれたもんですからね。 薄い琥珀色のトロッとした酒で、年代は仰向いて、それを喉へ流し込んだ。どこまで話したっけなああ、そうか。年代は二杯目を煽っていった。これからどうするつもりかっていうところでしたね。ええ。あんた方はよく聞いていないらしいが、僕は全館の終わりだって言ったでしょ。ふざけたことを言うのはよしなさい。 姉がタバコに火をつけながら、年を睨んだ。散々っぱらお母さんに甘えたあげく、私たちにまでハマったれるつもりなのこんな時ぐらい、少しは真面目になるものよ。僕は真面目ですよ。年男はまた梅を煽った。生まれてこの方、今ぐらい真面目に物を言ったことはありません。僕はダメなんだ。いいですか母さんが生きていてくれてさえ、 僕はなっちゃない野郎だった。何をやってもしくじるばかり、母さんに尻拭いをしてもらって、今度こそはと思ってやることがまたおしゃか。彼は続けさまに2杯煽り、ぐらっと神戸を垂れて、それから喉で忍び笑いをした。室町は大師さんか、五番町は大病院の内科部長。K さんは1時間が何十万円にもつくという。何万円でしたかね。失礼。 その中で残り一カの僕一人ぐらいどうなったっていいでしょう姉さん。あんたには僕が甘ったれに見えるかもしれませんがね。これでも自分にできるだけのことはやってきたんですよ。母さんはそれを知っていてくれた。隣で今母さんは聞いていてくれるでしょう。僕は自分にできる限りのことをやってきた。することなすこと、お釈迦になっちゃったけれど。自分ではっぱい今思うと。 おかしいくらい真剣にやってきたんですよ。そろそろ弁解になってきたようだな。と、ケイゾが言った。その辺で切り上げにしようじゃないか。OK。僕にももう言うことはありません。僕は母さんと一緒に暮らした。母さんがいてくれたからこれまでやってきた。その母さんが死んでしまった。いげね。同じことの繰り返しだな。僕は年ぺんでも繰り返したいが。 あんたたちにはお笑い草でしょ年は、壺とグラスを持って立ち上がり、ちょっとよろめきながら姉に言った。姉さん、いいことを教えてあげましょうかねえ、母さんには恋人があったんですよ。バカなことを言いなさい。母さんには恋人があった。と、彼は言った。それを聞いたとき、僕は嬉しかったな。あんたたちにはわからないだろうが、 僕は母さんに抱きつきたいように思った。年をと姉が決めつけるように言った。母さんがまだそこにいるのに、がらわしい。何ということを言うのがらわしいの姉さんには。年をは、また歯を見せて微笑し、姉にお辞儀をしていった。僕は美しいと思ったな。本当に、母さんに抱きついて、喜んであげたかった。も これでおしまい。酔ったようだから失礼して、ちょっと、横にならせていただきます。そして、年夜は、自分の部屋の方へ去った。相当と言われてますね。ケイソーは、私に尺をしながら言った。お袋くろに恋人があったなんて、どういうつもりで言い出したんでしょう。でたらめよ。姉は、色をなしたと言ったような表情で言った。 あの子は昔からあんな風だったわ。そんなことを聞けば、あたしたちがびっくりするだろうと思って言っただけよ。でたらめに決まってるわ。いやらしい。いがれたんだな。と、ケイウは手じゃくれ飲んでから言った。お袋に死なれてどうにぐれてるんでしょう。あの、と言いかけて、ケイウは口をつぐんだ。向こうの四畳半から母の声が、 聞こえてきたのである。すぐにはわからなかったが、それが母の声だとわかったとき、私たちは息をのんだ。私は映像を見た。すると姉が肩を落としながら言った。あの、テープレコーダーだわ。テープと言って、映像が姉を見た。聞いてごらんなさい。と姉が言った。かなり明瞭に。 母の声が聞こえた。そんなことはダメだって言ったでしょう。どうしてお前はそう懲りないの。女親だと思って馬鹿にするのもほどにしておくれ。母さんがこんなに心配しているのがわからないのかい罰当たりな子だよ。そこまで聞いて姉が立ち上がった。なんて人でしょう。と姉は言った。母さんがまだそこにいるというのに。 まるでからかってるようなもんじゃないの。うっちゃっておきなさい。と、けイゾが言った。歳坊には歳坊で、やりたいようにやりたいんでしょほっときなさいよ。だが、姉は聞こうともせずに、歳代の部屋の方へ出て行った。ケイは気取った動作で肩をすくめ、私に酌をし、自分も手酌で飲んだ。しかし、年坊は一体、ケイがそう言いかけたとき、 姉が駆け戻ってきた。けんさん、来てちょうだい。と、姉は震え声で、奥の方を指さしながら言った。年代の様子がおかしいのよ。早く行ってみて。私の頭の中で、全館の終わりという言葉が、鐘を突き鳴らすように大きく、重々しく聞こえた。まず、形像が立ち、私も立って行った。年代は、テープレコーダーを枕元に置き、 かいまきをかけてごろねをしていた。骨ばかりのように痩せた顔を仰向け、口を開けて不自然ないびきをかいて眠っていた。半眼を開いている目の動向は拡大し、口の脇はよだれで濡れていた。私は動向と脈を調べながら、催眠薬だなと思った。ケソ、私は、年夜の着物の襟を広げながら言った。木内という医者を呼んできてくれ。 胃の洗浄をすると言えばわかるだろう。薬は俺の持っているので間に合うだろう。急いで行ってきてくれ。ケイゾウは飛び出して行き、姉はわらわらと震えていた。どうなるの大丈夫。と、姉はのぼせやがったように言った。どうしてこんなバカなことをしたのかしら。本当に死ぬつもりだったのかしら。ケンさん、この子は大丈夫水を持ってきてください。ドビンがいい。 大きいのに入れてきてください。姉はつまずきながら出て行った。デープレコーダーは空回りをしていた。母の小言はもう終わって、空転する音だけが聞こえていい。私は年をの上半身を抱き起こした。薬は梅酒の中に混ぜてあったのか、その前から飲んでいたのか。いずれにせよ、こいつは死ぬ気だった。と私は思った。 失恋した時に死のうとしたと言った。それが現在まで続いていたのかそれとも母に死なれたことと自分の将来に絶望したためだろうかおそらくそれらが積み重なって自殺する気になったのであろう。と私は思った。しかし、失敗だったよ、年を。と私は彼の上半身を抱えたままでつぶやいた。 君は今度も失敗した。君は死にはしないよ。姉が水を持ってきた。私は姉に、年男の口を開けさせて、土瓶の口から無理に水を流し込んだ。年男はうなり声を上げ、首を振り、身をもがいた。激しくむせたので、私は水を飲ませるのを待った。その時、空転していたテープレコーダーから、母の声が聞こえ始めた。 悪く思わないでおくれ、としよう。と、母の優しい声が言った。お前の留守にこれを吹き込んでおくんだけれど、いつかお前が聞いてくれるだろうと思う。母さんはいつもお前に小言ばかり言ってきた。罰当たりなんて言ったこともあるね。でもあれは本心から言ったことじゃない。私は、 お前が可愛かった。四人兄弟の中で、お前だけが一番可愛かった。こんなことは、姉さんや兄さんたちに聞かせられないけれど、本当に、私はお前が可愛いんだよ。姉が急にハンカチで目を覆い、くくっとおえつし始めた。母の声は、なお続いた。 何をやっても物にならない。その度に小言を言っけれど、本当は母さんは心の中で頭を下げている。謝っているんだよ。お前をそんな風に産んだのは母さんだからね。お前の罪じゃない。お前をそんな風に産んだ母さんが悪いんだから。 そこで少し空転があって、また続いた。お前は、いい子だよ。本当に可愛い。いい子だよ。一言で言えば、母さんは、お前の死ぬまで生きていたいと思う。しっかりするんだよ、年う。世の中には、金持ちになる人もあり、有名になる人もある。でも、 人間はそれだけじゃないだろう。お前には、お前の一生があるんだし、それは誰にも真似のできることじゃない。たとえ失敗のし続けにせよ、人間が生きてゆくということは、それだけでも立派なことじゃないか。お前は、お前なりに生きておいで。 人が何と言おうと構いなさんな。お前の一生はお前だけのものなんだからね。もう一度言うけれど。罰当たりなんて叱ってごめんよ。 そこでテープレコーダーの声は切れた。姉はハンカチで顔を覆ったままおえつしていい。私は抱えている年男の顔を見た。君はこれを聞かなかったんだな。私は心の中でそう呼びかけた。将棋に帰ったら聞かせてやるよ。君は幸せな奴だぜ。 木内医師を連れて帰ってきた。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねとコメントもよろしく。